環境可能論は、自然環境は人間に可能性を与える存在であり、人間が環境に対して積極的に働きかけることができるとする地理学の概念である。フランスの地理学者、ポール・ヴィダル・ドゥラ・ブラーシュが、ドイツの地理学者、フリードリ・ヒラッツェルの環境決定論に対して唱えた学説であり、地理学の基本的な概念となった。ブラーシュは、自然の持つ、 可能性とそれを利用する人間に着目し、環境は人類の活動に対して可能性の場を提供しているだけに過ぎない、と述べた。環境から可能性を引き出し、現実のものとするか否かは人間次第である。環境軽視にも見えるが、ブラーシュは、環境の制約力を認めた上で、地域の歴史的、社会的要因の重要性も強調したのである。この説は、 フランスのジャンブリュンヌラに影響を与え、知識的モノグラフや地域地理学の発展を促した。ブラーシュの影響力は大きく、ブラーシュ以後の地理学者の大部分は、ブラーシュの時期でしか弟子であると言われている。その一人にリュジアン・フェイブルがおり、死、ブラーシュの説を環境可能論と名付け正当化し、ラッツェルの説を環境決定論とした。したがって、ブラーシュが、 自身の立場を環境可能論と呼んだわけではないし、フェーブルは、ブラー種の生前に可能論、決定論という分類を公表していない。環境可能論を平たく言えば、自然条件 A、B、C を満たす地域 A、B があった場合、地域 A では D という人間活動が行われ、地域 B では E という人間活動が行われる、という主張が環境可能論である。 地域 A では D、地域 B では E となる理由は人文科学的な要因に求められる。環境決定論では自然条件 A、B、C を満たす地域が複数あったとしても全ての地域で同じ人間活動が見られると主張する。環境決定論への批判から始まった環境可能論も完全無欠ではない。環境可能論、特にブラーシュの論が人間は 自然に干渉し、自然に服従することはないという考えを持っているため、必然性は存在せず、地理学者は地域の歴史的な研究なしに、地理学的記述ができないことになるのである。このことはすなわち、ある地域における人間の営みは、自然的条件が要因の一つに挙げられたとしても、最終的には歴史などの人文的要因によって、 説明されなければならないことを意味しているのである。また、一般法則が成り立たないとすれば、すべてが偶然の産物ということになり、科学と言えるのか、という問題も生じる。これは、地理学の存立基盤を揺るがす重大な問題であったが、ブラーシュやフェーブルは、地理学の純粋理論に関心はなく、この問題に気づくことはなかった。杉浦ほか、人文地理学。 その主題と課題は自然科学、社会科学の進歩の中で環境可能論の厳密な再定義ができないまま20世紀後半の地理学と社会そのものの大きな変革期を迎えたと指摘している。環境決定論歴史的展開も参照。人間と自然環境の関係を論ずることは西洋と東洋、過去と現在を問わず人類にとって重大な関心事であり、 アリストテレス・ストラボン・シャルルド・モンテスキューなどの学者も研究している。近代に入ると、アレクサンダー・フォン・フンボルトとカール・リッターの二人によって、近代地理学の学問体系が打ち立てられるが、その後自然地理学を重視する傾向が見られ、人文地理学の研究は停滞した。こうした状況で、チャールズ・ダーウィンの進化論の影響を受けたラッツェルが、現れ、 地域の自然環境の諸性質によって人間活動が著しく制限されると説いた。ラッツェルは地理学の再構築を果たし、その思想はアメリカ、フランス、イギリス、日本の研究者に大きな影響を与えた。ブラーシュも大きな影響を受けた一人であったが、環境可能論を提唱し、小地域研究を重視すべきという独自の知識学を樹立した。 ブラーシュの弟子であるフェーブルは、1922年に、大地と人類の進化、歴史への地理学的序論を表し、人間社会の歴史、地理の複雑で重層的かつ多様な特質を安易に一般化することの危険性を強調。ラッツェルに見られた一般的法則の追求の姿勢を攻撃するために、環境決定論と名付け、対する自身及びブラーシュの立場を正当化するために、 環境可能論と名付けた。しかしフェーブルがこの著書で環境決定論を攻撃する前に、ブラーシュの弟子によって地理学の方向転換はなされていたため、著書の反響の大きさほど特に地理学に影響は及ばなかった。ありがとうございます。